がブライダルドット TV。 さあ始まりました、ジャーダブライダルドット TV。 最新のブライダル情報、ビジネスリストで子供スタジオの情報がいっぱい。それでは早速スタート。プロポーズされたらジヨダでおなじみジヨダブライダルハウスよりイベントキャンペーンのお知らせです。運命のドレスにまだ出会えていないあなたへ、新作ドレス試着会を開催中です。めでたく結婚が決まって、今から披露宴会場をお探しの方や、会場は決まったけどウェディングドレスがまだ決まっていない花嫁さんなど、どなたでも OK。 ジヨダ新作衣装カタログより実際のドレスをリクエストに合わせてゆっくりご試着いただけます。またウェブでも新作ドレスをご覧になれます。さらに新作ドレス試着会でご制約いただきますと、制約特典を盛りだくさんプレゼント。ぜひこの機会をお見逃しなく。来週は新企画のご案内があります。お楽しみに。コロナウイルスによる先行き不透明な中で、来年成人式をお迎えになる多くの方はご不安のことと思います。千代田振袖館では、一生に一度の晴れの姿をきれいに残したい、いい思い出を作りたいという成人を迎えるすべての方にフリトクパックをご用意しました。写真もお得に、そして成人式当日はなんと無料で振袖レンタルができます。フリトクパック契約者限定特典もあります。成人式振袖のご予約をお考えのお客様は安心してご予約ください。子供写真スタジオレモン館は県内に6店舗、レモン館那覇店、三栄西原シティ店、パルコシティ店、うるま店、ハンビー店、名護店、大好評の最強パックやレモン缶スタッフ一押し最強兄弟パック撮影中。いよいよ七五三シーズンがやってきました。レモン缶ではお得なキャンペーン実施中。パタニティフォト、ニューボーンフォト、100日記念、1歳誕生記念、七五三、卒業、入園、入学、13祝い、みんなレモン缶に遊びにおいでよ。ウェブでファッションショースタート。
ゴとゴーヤが好きです。次はカメラに向かってほっぺを膨らませて怒った顔をお願いしますって。怒った顔。今日の撮影はドレスと着物とどっちが楽しかったですか？着物です。着物ですか。じゃあ好きな学校のお勉強は何ですか？学活です。学活です。得意なことは何ですか？鉄棒。鉄棒ですか。鉄棒は見せられないからじゃあ次違うのにしようか。将来はどんなお仕事をしたいですか？モデル。モデルか。カメラに向かってじゃんけんをして負けたら変な顔、勝ったら嬉しい顔をカメラさんにお願いします。いきますか。カメラさんとじゃんけんかな。最初はグーじゃんけん、あいこでしょ、あいこでしょ、あ、負けちゃった、変な顔、なんか変な顔でしたが、今日の情報はホームページでも見れます。ジオダブライダルバッパ TV。 それではまた次回をお楽しみに。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。